英二郎は翻訳家、通訳者集団 EDP が編纂している英は和英対訳データである。1980年代に日本人翻訳家が個人的にまとめていた英単語用例集に橋を発する。彼を中心として EDP が結成され、EDP メンバーが長年共同編纂を続けている、成長する辞書である。そのため英二郎のデータには、 通常の英語辞書にない新しい語彙や複雑な言い回しも含まれ、最新の語彙が必要な研究者や翻訳者などによく利用されている。英ロ郎本体のほか深く関連するデータとして、略語ロー例辞郎、和英ロ郎があり、この4つをまとめて集合的に英ロ郎と呼ぶことが多い。EDP は英ロ郎に含まれるデータの内容について一切の保証をしない。 膨大なデータの中には、語訳が含まれている、可能性もある。そのため、性格を期するためには、一般辞書を併用し、チェックを怠らないことが必要である。A 字路は、テキストデータの集合体に過ぎず、利用するには検索ソフトウェア等を介する必要がある。株式会社アルクは、自社サイト上で、A は、和英検索サービス、A 字路オンザウェブを提供している。 基本機能を無料で利用でき、利用登録や有料サービス契約で、例文検索や単語帳機能が使用可能になる。このほか、EDP のウェブサイトでは、下記の方法が紹介されている。このほか、エディアとアルクは、従来型携帯電話用の検索サービス、ポケットエイジローを提供しており、NTT ドコモの i モードや au のイソウェブの公式サイトとしても登録されている。 ポータルサイトのグーのサービスであるグー辞書の一つとしても採用されていたが2009年11月30日をもって提供を終了した。また以前はテキスト形式、プリック形式でのデータが EDP から販売されていたがバージョン145以降は提供されなくなった。MCL 社のエップウィン版サイトから CDR の宅配を求め 別途用意した検索ソフトを使って利用する方法もあったが2015年6月末で販売終了となった。バージョン135のレイジロー及び和英次郎から公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本のニュースリリース対役データと国立研究開発法人情報通信研究機構の日英新聞記事対応付けデータのうちチェック修正を経たものを コーパスとして含んでいる。また、かつては、ヤック企画から出版されている、ナンパ天国日本、日本人女性の実態、日本人の秘密、国籍を超えた若者たちなどの書籍と、ひらがなタイムズをコーパスに利用していた。これらの膨大な例文の中には、通常の辞書では見かけられないような珍妙なものや、日本人に対する差別主義的、 また政治的に変更している文章が多々含まれていた。度重なる指摘を受けて運営者は2009年11月にヤック企画のデータを A ジロオンザウェブから除去した。ありがとうございます。